はい。じゃあよろしくお願いします。えー、今回は、数んの曲線の長さ、丸1基本編をお送りします。で、今回からね、この曲線の長さっていうタイトルで動画2本撮っていきます。で、まあ今回ポイント含めて問題3もありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ね、まずポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますではでは行きましょうまあ鈴さんもあとほんとちょっとなんですよで前回体積終わったじゃないですかもうなんか主役のところは終わってて結構ここね先生によってはかなりサラッとやっちゃう人もいますなんか惰性みたいな感じでねでもまあ定期テストでこれまあポイントの公式を押さえれば全然解けるんですけど あれなんだっけっていう。さらっと流されちゃったからね。あの脳の中に残らないでさらっと抜けちゃうこともあるので、まあしっかりで押さえておきましょう。で、何やっていくかっていうと、曲線 y イコール fx っていうのがあります。まあ例えばね、えー、曲線がまあこういうふうにあるとします。で、これってまあここで切ってますけど、まあ続いていくじゃないですかずっと。で、それを x を a から b っていうところで切ります。つまり、まあ x が a と b で切ると。だからこの、 間の部分曲線があったけどねこの AB で切った部分のこの長さを求めていってるそんな感じですやってることはねで、えー、さっきも言ったように公式さえ押さえてしまえばまあ問題解くことはね簡単なのでまずそこから押さえておきましょうでその長さ、まあ、L っておきましたがその長さ L がまあ AB でやってるからね 積分もちろん使って AB の区間で積分していきますでルートルートです1プラスまあ今 y ってね置いてるのでこいつを X で微分したものを2乗します1プラス dydx の2乗でこれをえっと全体が今 x なんで dx x で積分したらこれでで終了ですまあワークとかによっては書き換えるとちょっと隙間ねこう空いてますが AB 区間でルート 1+F'x まあつまりこれ同じだよこれ微分したものね F'x の2乗を足して Dx 積分しましょうみたいなだから 1+ 微分したものの2乗をルートの中に入れて積分すればいいですよっていうこれだけです やることはいいかなあとはそれをちゃんと使いこなせればいいっていう話なのでまあ問題ね2もやっていきましょうじゃあまずこっちですねまずこれ結構ねよく出てくる何かいろんな問題集見たんですけど必ずって言っていいほどねまあ区間と関わるけどねいるこいつ x√x ですじゃあまずこいつの長さを求めていきますで公式でやったようにえっ、ー、と微分したものが必要なので、まあ、今回 y だからね y' って、まあ、dydx もいいですけど、まあ、y' にしましょう 微分したものでこれはもともとが、えー、x の、まあ、2分の3乗ですね書き直すとだから2分の3乗だと思って微分するとまず2分の3が出てきますとで、えー、と肩についてた数字が1下がりますね微分するとだから2分の3引く1をするから2分の1乗が残るで2分の1乗っていうのはルートのことなので微分するとこうなりますいいかな じゃあこれが出てきたから先にまあこれまあこれはいっかまとめられるもんねじゃあルート入れちゃいましょうこれ計算したもねで入れるとですねまあ1はそのまんまですでこいつ2乗すると2分の3が4分の9なってルート x はルートはね2乗するとルート外れるのでこうですつまりえこういう状態ですねいいかな であとはこれ AB 区間まあ今0から3分の4なんで積分していきましょう長さ L0、えー、から2分の3じゃないよ引っ張られたらこっちじゃないねえっ、ー、と3分の4だわ3分の4でこれなんですけどこれもルートを書き換えると今ロえっ、ー、と1プラス4分の 9x の2分の1乗って考えちゃったから楽ですね で、これでまあ、時間、使う感じになりますが、え、これ、中がね、一次式、X の一次式になっているので、このまま攻めていきます。まず、肩の数字、2分の1が、えっ、ー、と、1を足したもの。あ、違うわ。2分の1に1足すから、2分の3。それをひっくり返すので、えー、3分の2が出てきます。で、えー、こいつも、同じように2分の3乗になりますと。いいかな で、あとはここがね痴漢、まあ、使ってて4分の 9X、この中身を微分したもの中身を微分するとこれ4分の9が出てきます。こいつを微分するとねその4分の9の逆数を余計にかけるんだよねこうなのでこれで終了ですいいかな肩がちょっとね分,数になってるので分かりにくくなってるかもしれないですけどじゃあ一応やっとこうか 例えばえー、っとこれ、えー、積分しようと思ったらまず肩についてる数字を1足して5分の1が出てくるじゃないですか。ですよねこの5になって。でこの括弧も肩の数字が1個増えてこうやって5乗になりますよね。だから肩についてる数字を1を足します足したものの逆数の5分の1が出てくるつまり今やってるのこれね1を増やして2分の3の逆数の3分の2が出てきましたと。 でこの今痴漢でやってるから 1+3x を微分したものこれ微分すると3ですよね微分するとまあ1は微分するとなくなるし 3x を微分すると3が出てくるそれの逆数をかけるからこうやってやりますよね積分するとそれと同じことやってます今でこの部分はえーっと27分の8かなのでこれまだ下入るよねいいやこれと <laughs> にかくなかったな えー、27分の8でえー、っと入れましょう3分の4でこれごちゃごちゃしてるように見えるんですが見事にねきれいになるパターンですこれ3分の4入れるとここ約分すると3になりますつまり括弧の中が4になるのね4の2分の3乗ですで4って2の2乗ですよねでこれ指数っていうのはこの状態約分できます掛け算してるのできるんで。 結局2の3乗になるの。だから2の3乗って8でしょだから8です。で、0を入れると、こっち0になるので、1の2分の3乗。1は何乗しようが1だから、つまり引く1となる。で、カッコの中身が7になるから、結局答えは27分の8、7、56と。これで終了となります。 これ次の3番もそうなんですけどちょっとめんどくさそうだなと思うんだけど、まあ、これと同じですあ綺麗にいくやつねって気持ちよくなれるやつねってやつですいいかなじゃあ3番参りましょうでこれもまあ流れは同じですまずね微分する必要があるので y' とでこれ微分すると2が出てくるから x で logx は微分すると x 分の1なのでマイナス 4x 分の1となりますで、えー、こいつまあここですねルートちょっとつける前にまあつけていっかこうやっておきますで、まあ、1はいいんですけどこいつ2乗しますまあ括弧つけて2乗すると思ってくださいそうすると x2 乗で次がマイナスえー、っと待ってか,けてかけて2分の1から。 2分の1プラス 16x2 乗分の1となりますいいでしょうかでここでちょっと気づいてほしいのがまあこれ計算しますよねすると x2 乗こことここがくっついてプラス2分の1プラス 16x2 乗分の1こうなるんですよこれ見た時にこれ実は因数分解ができます因数分解 それがさっきのがヒントになってて、こいつをえっと二乗するとこうなりましたよね。こことここ比べるとマイナスがプラスになっただけなんですよ。ってことはここがプラスになればこれになるんですよね。だって同じだもんねこれ。っていうことに気づけるとああなるほどってこれは x プラス 4x 分の1の二乗なんだな。 いいかなでここでちょっと大事なのが2、まあ、乗だからさルート外したいんだけどそのまま外したいんだけど普通は絶対値をつけるわけよ絶対値でも今 x は1より大きいのでこれ x+4x、えー、分の1って絶対にこう正なんですよね正って分かってるだから負になることがないからこの括弧の中身がなのでえー、っとより、えー、こいつはうーんとルートが外れて普通に x プラス 4x 分の1とこうなりますこれがねこれちょっとあのかけた端はしょっちゃったけどこうなりますこれやべ範囲ねえかもしんない <laughs> でまあ2乗したものがねここまでシンプルになったのであとは積分していきましょうとちょっとこっち詰めようか L 範囲は1から E ですね1から E のこいつを入れるから x+4x プラス X 分の 1dx あとは積分するだけです普通にね で、まず、x は積分すると、2分の1、x2 乗。で、ここは、4分の1、x 分の1ね。x 分の1は積分すると、ログ x です。だから、えー、ログ x で、1と e。こうやって入れると。で、あとはじゃあ、e 入れると、2分の1、e の2乗。で、ログ e は1なので、プラス4分の1と。引くことの1を入れると、 え下が二分の一でログ一ってゼロなので後ろないんだよね。これまでまとめると二、えー、分の一 e の二乗をこれがマイナス四分の二なんでマイナス四分の一となってこれで終了となります入ったよね。あオッケーギリギリ。 あの特に今これもねルートもほんとよく出てくるんですけどこれよく見ますこいつこのね気持ちよくなるパターンここがまあ気付けるかちょっと大事なんですけど、まあ、これは是非、えー、覚えちゃってくださいこのパターンはねここが1が入ることによってここがス2分の1が +2 分の1に変わることであさっきやったやつと同じというか、まあ、符号がね変わっただけじゃんっていうのがなりますので是非こういう風にやってもらえたらと思います。 では、えー、今回はね、曲線の長さ、丸1基本編をやらせていただきました。で、冒頭にも話しましたが、もう一本だけあります。で、次が、媒介変数使ったやつですね。あの y、y コル fx と、もう一個 gt を、あ、ごめん、y コル ft と gt を使ったやつをね、やっていきますので、よかったら、そっちの方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。